バスク自治州、サラウツのイカストライカストラは、スペインのバスク自治州、ナバーラ自治州及び、フランスのフランス領バスクにおいて、バスク語のみまたは主に、バスク語を用いて、初等教育、中等教育を行う学校のことである。イカストラは公立化私立かということよりも、自治州や領域の構成に応じて異なるネットワークに分割されている。 20世紀初頭にバスクナショナリズムが復興する以前はバスク語で教育を実施するところは非常にわずかだったがやがてバスク自治州内での教育媒介をスペイン語からバスク語に変える運動が行われるようになった。1914年初のイカストラとしてサンセバスティアンにコルコ・アンドレ・マリア・レイン・イカステチアが創設された。1921年にはトロサに 1928年には、オレレタに、1930年代には、ギプスコア県やビスカヤ県の各地に、イカストラが設置され、各イカストラの連携を図るために連絡会議が結成された。1936年には、バスク自治政府が樹立されて、イカストラが公認されたが、スペイン内戦で、共和国側が敗れると、公の場でのバスク語の使用は禁止され、 あらゆる教育機関はスペイン語で教育を行うよう強いられ、イカストラは個人宅での地下活動に転じた。ただし、フランシスコ・フランコ政権がバスク語の使用禁止を明文化したという法文はほとんど確認されていない。他の地域から孤立したイカストラでは、親たちのいくつかの集団によってこっそりとバスク語が教えられていた。1960年頃には、 ギプスコア県とビスカヤ県でバスク後の復権運動が起こり、1960年頃には再び非合法的にイカストラの運営が開始され、その多くがカトリック教会の非合を受けた。1964年、フランス領バスクで初のイカストラが開校した。1965年、非常に稀なことにビルバオでイカストラが合法化された。 1970年代のフランコ政権はバスク語使用に寛大となり内戦後発の公式イカストラネットワークが1973年にフランコ派の州政府によってアラバ県に創設された。ネットワークには国が資金を提供した。1975年のフランコの死によって民主政治が復活すると高度な自治権がバスク自治州とナバーラ自治州に与えられた。 イカストラは、スペイン北部のバスク語が話される地域へ広まって、いったのである。特に、ギプスコア県を中心に、イカストラ復興の動きが顕著となり、1975年頃には、バスク7領域で160校のイカストラが3万4000人の生徒を抱えるまでに至った。1960年代半ばには勤労者を対象と、するバスク五夜間学校が開設され、 その後ピルマのクラスなども開設されたバスク語塾に発展していった。民主化後の1979年にはゲルニカ検証によってバスク語が公用語となり、イカストラは特殊化や生徒の不景による寄付金で運営されていたが、スペイン社会労働党は国家としてのイカストラの公認に否定的だった。1982年から83年度からはバスク自治州で、 公教育におけるバスク語の反義務化が導入され、バスク語人口は確実に増加した。その一方で1970年代末から1982年の間には4000人以上の教員が他州への転勤を希望し、またバスク語の成績が悪い生徒は周辺の自治州に転居する例があるなどの副作用もあった。 1993年にはバスク自治州の約40%のイカストラが公立学校に編入、その他は私立学校として存続したが、ナバーラ州のイカストラは全校が私立学校に位置づけられている。1982年以降のフランス領バスクでイカストラは文化団体と位置づけられており、1990年代半ばからは教育省の財政援助を受けている。 2010年代の初等学校において何らかの形でバスク語教育を受けている生徒の割合はバスク自治州でほぼ100%ナバーラ州で35%フランス領バスクで28%である現在はバスク自治州内とバスク語話者の多いナバーラ自治州北部の児童の大部分がイカストラに在籍しているフランス領バスクのイカストラはフランス国内で バスク語が公用語と認定されていないため、私立の扱いとなっている。ありがとうございます。